なんだと？明日がどんな日かお前も知っているだろう。イタチ、お前は一族と里の中枢をつなぐパイプ役でもあるのだ。父さんは兄さんのことばっかりだ。忍びってのは人に憎まれて生きていくのが道理ってもんだからな。ただお前と俺は唯一無二の兄弟だ。出てこい、話がある。お前はなぜ来なかった？わかりました。以後気をつけましょう。うちは止水についてだ。最近では全く会ってなかったが。これが止水の書いた遺書だ。一族のためならどんな任務でも先立ってやる男だった。人を判断しない方がいいですよ。手がかりが出てくるといいがな。俺を疑ってるってわけか。やめろイタチ、いい加減にしろ。本当の変化と規制や制約、もう我慢できません。隊長、拘束の命令を。兄さん、もうやめてよ。止水を殺したのは俺じゃないけれど、数々の失言は謝ります。入るぞイタチ。イタチ、食事ここに置いておくわね。ありがとう母さん。なんだよこれ。万華鏡シャリンガン。やめて兄さん、そんなの見せないで。どうして兄さんが。己の器を測るためだ。この俺を殺したくば恨め憎。イタチ、あんたの死に様だ。では。ひどい。質問に答えろ。答えるまでその胸の痛みは続く。一族を皆殺しにしたあのタイミングで。ウチハマダラだ。ウチハマダラ、お前の大事なものを殺しきれなかったか。二人ともさっきから全然動かないね。マダラ、一体何者だ。その目でキュービを手なずけた。それ以外にも何かあるっていうのか。そうだ、少し昔話をしてやろう。永遠の万華鏡シャリンガン。弟の目は新しい宿主を得ることで、これはその後多くの犠牲の上に築かれた。そして忍び最強と謳われていた主導権争いに敗れはしたが、マダラは今も。16年前、キュービが木の葉を襲った事件はマダラが起こしたものだ。サスケ、お前は俺にとっての新たな光だ。お前もこの散るられた運命に巻き込まれている。制約をのけ、己の器から己を解き放つ。それこそが内科兄弟の絆なのだ。もう片方ももらうぞ。そしてお前、俺のつくよみよ。ならば、それを現実にしてやる。
さっきの月読みの反動か。カトン豪華級の術。カトン豪華級。アマテラス。二人ともバテバテだね。チャクラないんじゃない？今の俺にはチャクラはない。あんたを殺すのに俺が何もせずここに来たと思うか？ご希望通り再現しよう。この術は天から降る雷。術の名はキリン。イタチは死んじゃったのか。サノーだ。どうした？これを待っていたのよ。そしてトツカの剣。日立、あなたが隠し持って。草薙の剣の一振りだ。もうこれはイタチの勝ちじゃないの？跳ね返す八田の鏡と呼ばれるものだ。イタチが倒れた。イタチ死んでない？イタチの強さってこんなもんじゃなかったでしょ。本来の動きじゃなかったし。見てたならちゃんと取ってあるんだろうな。イタチの死体を持っていく。暇つぶしはもう終わりにしろ。サスケは？無事だ。サスケが勝った。暁の東のアジトだ。お前たちもそこに向かえ。イタチさんが亡くなったのなら少し羽を伸ばさせてもらいますよ。どんな戦いをすればこんなになるんだ？もうこの辺りには私たち以外のチャクラは感じない。ナルト、いつもサスケに届かねえ。お前が勝った。無理に体を起こさない方がいい。一度会ったな。デイダラのことなら気にしなくていい。俺はお前の敵じゃない。興味まるでなしか。仕方ない。自己紹介から始めようか。まさか
今のはイタチがお前に仕込んだアマテラスだ。お前に術をかけていたのだ、俺を殺すために。さすがのイタチにも俺の全ては知られてはいなかった。でなければ死んでいた。